はい、スロックマンです。はい、今日はですね、ドラクエ11やりたいと思いますね。はい、ドラクエ 11S。 はい、はい、今日は第12回になりますけど、あれですね、ユグノア帝国のね、主人公の出世の秘密がわかる話をプレイするって感じになりますね。はい、第12回で 3DS 版の時もユグノアのところは第12回だったし、PS4 版の無印の時もね、第12回、たまたま3作品とも第12回だったんですよね。そのユグノア王国の話が、ところが。冒険をする。はい。2D モードと 3D モード両方やりたいと思うんですけど、まず 2D モードからやりましょうか。はい。こっち 3D モードですね。こっちですね。はい。ユグノア地方ね。はい。両方みたいの両方でやってるんですけど、はい、行きます。はい、 2D モードです。こっちはめっちゃあっという間に着きますよね。はい、こっちはもう会話はちょっとね、飛ばしていきますんでね。3D モードでね、ちゃんとボイス入りで会話見れるんで、こっちはね、もう文章で出るんですけど、もう全部読み返さずに、ざっと文章は飛ばしていきます。はい。これ勇者のね、故郷のユグノア王国ですけど、滅んで、廃墟になっちゃってるという感じですね。はい。うん。これ 3D モードだとドラゴン出てくるんですけどね。あ、ここにいるやん、この人。はい。お、エデンの祭壇。あ、っていうことは、あれですね、ドラクエ7の、あれがデッキプレイできるんですね。後でやってみましょうか。あ、やっぱドラゴン出るやん。倒せるとは思いますけど。余裕ですね。レベル高いから余裕ですね。はい。ドラゴンの皮。あ、出ちゃうね。あ、いた。ロアがいましたね。はい。まあ一応主人公の祖父っていう形になりますよね。主人公、そうですね。主人公の祖父ですよね。で、主人公の父親と母親はもうね、このユグノア王国を滅びたことによって、もう死んでしまってるわけですよ。
宝箱あるな。龍の鱗、はい、はい、あ、墓ですね。これは母親の、主人公の母親のお墓になりますよね。夫妻の墓やね。うん。これ 3D モードでね、アニメーションで見るのはすごい楽しみですね。ボイス入りの。我が孫よ。あるかどうか。悪魔の尻尾。宝箱あるやん。レシピブック。かなりゆっくりめなんですけど、先に行くこともできますからね。先に行った方が早いですから。あ、マルティナが待ってましたね。手紙あったね。はい、これでマルティナがいるんですよね。はい、
れは、はい、そうそう、デルカダル君が来てるんですよね。はい、いますね、悪魔の子って。あ、ここに、はい、もうみんな倒したい。はい、グレイゴ来ましたね。うん、ちょっと戦うんですよね。やめなさい、グレイグ。うん、まさかマロティナ姫なのか。うん、あ、落ちた。ああ、助けに、まあ助けるというかね、はい、まあまあまあ死なないですけど、はい、何もないな、ここは何もないですね。これオープニングの部分ですよね。このゲームの一番最初のオープニングの部分がのね、ことを話してる感じですよ。で、グレイグ出てくるんですよね、また。今戦うんですね。
ここはまあ取るもんないもんな。あ、これで、はい。そうそう、ラスボスの名前が出ましたね。はい、ついに虹色の枝がやっと手に入りました。はい、これ仲間になりました。はい、いや、自分の祖父が仲間になるっていうね、珍しいパターンですね。はい、これでとりあえずもう、あ、これ取ってなかったんや、ね、うん、あ、これなんかあるよ、神薬草。あ、増えてるんや。増えてるっていうか、取るものが、あの、状況変わったからまた増えてるんですね。こっちは、ないな、うん。こっちは多分もうないよな。ここにも、魔獣の皮。これは多分、あ、また、さっきこれ見たけど、また新しいのがなんか入ってましたね。これで終わりやもんな。じゃあ、とりあえず、じゃあ、フィールドに戻って、今度はもう、これで、次の目的にね、行く感じになりますね。じゃあ、次は、3D モードでやりましょうか。あの、ボイス入りで見れるんで、はい、アニメーションが。これ、よく考えたら、これ戻ったら、グレイグは、なぜか、いなくなってんですよね。見逃してくれたんですね。6つのオーブがね。はい、はい、そうそう、神もね、オーブ取ったから。うん、2つ、あと4つですね。はい、じゃあとりあえずルーラー
よっち村行きましょう、はい、ちょっとドラクエ7の話をちょっとやっときたいんで、はい、これ 2G モードでしかできないですからね、よっち村の、ミッションはね。こっちか、これか、これや、天使界。あ、これあれやんか、ドラクエないんやこれ。あ、そうか、これ確かまだこれあるけど、いけるのは分かってたけど、そうそう忘れた。まだアイテム取ってないから行ってもしょうがないね。うん、こっちやな、勇者の実家。勇者の実家っていうことはアリアハンってことやな。おお、アリアハンや。あ、ここも行ったね。行ったけど、その肝心のアイテムがまだ取ってないからまだあかんねん。天使の着付け役。天使の着付け役。まだそのアイテムが手に入らないから、このミッション自体はまだね、クリアできてない、達成してないんですけど。これですね、セブンのやつは多分。あ、で、エデンやからこれやな。カラーストーン、あー、これドラクエセブンのミッション。いきなりダンジョンや。おお、これ音楽がセブンの戦闘曲になってる。しかもファミコンの音源になってる。レベル上がる音と敵倒した音はあれやんか、完全にドラクエ1の音源になってる。まあまだ貯めててもいいけど。あ、そっか、マルティナトローはいっぱいあるけど、まあ後ででもいいや。チューさん、兄ちゃん、ちょっと俺の話聞いてくんろ。えらいことになっただよ。俺のカラーストーンがえらいことになっちまっただ。口じゃうまく説明できねえけど、とにかく偉いことになった。このままじゃ、採掘場かな、おしまいだって。頼む、兄ちゃん。採掘場のどっかにある魔物の親玉を倒してカラーストーン、親玉おんの？ボス倒さなあかんの？あんたが頼りだ。採掘場のどっかに魔物の親玉倒したらおでんに連れてくんろ。節電の出来事をオラもうまく説明できねえ。採掘場に何が起きているから自分の上に確かめてくんろ。東北弁になってるな、おい。笑い袋。あんま強くないですね、敵はね。
手こずったね、これ。40ゴールド。もうメタルスライムや。あ、逃げた。あ、あいつや。これ爆弾言わちゃうの。メガザルロック、うわ、やば、メガザルロックはやばいでしょ。あ、逃げられないの。倒せるかな。あ、倒せた。これがボスじゃなかったんや。うわ、めっちゃおるやん。これ取れないのか。というかね、これ一番最初のところにね、あれ、なんていうのかな、階段があったんで、あそこさ、ちょっと気になるからさっき行ってみるか。振り分けてもいいか。セーニャ9ポイント。あ、結構あれやな、足りないな。やりスキルはいらないな、まあ、やり持ってないからな。これでいいかな。あとこの貯めた方がいいな。ロートマルチネもやっとくか。だいぶ溜まってるから。あ、これまだできないのか。爪はでもな、爪より魔法系がいいよな。あ、これまだか。これ何やろ。これであれか、うん、ゼロになったな。はい、マルティネやな、次。ヒップアタックだ。すげえな。
魅力が増える。ちょっとあとは足りないか。これでいいや。はい。シャッと貯めとこう。こっちにあるんですよ。こっちの階段入ったらどこに行くんやろって。にらみ。あれ？行き止まりや、ただの。わざわざ戻ったのにな。そんな強くないやん、思ったより。メガザルされたら怖いけどな。メラミ覚えた。はい。10ポイントか、なんか、あれかな。片手剣の攻撃力アップ。会心の一撃が出やすくなる。これ何やろ？この黄色いのは何や？スマイルロック。知らないなぁ。そんなやついるんや。弱っ。めっちゃ弱いやん。メガザルロックが一番強いのかな、この爆弾岩系では。こいつは多分爆弾岩なのかな、こいつは。多分普通の。爆弾岩ですね。弱い。メガザルロックが一番強いんですね。結構レベル上がるな。無知は使わないから。はい。マイクポイント増える。あ、これ習得してたか。
抽出よ。敵ってのは攻撃呪文を弱くする。高い確率で封じる。呪文を封じる。封じる方がいいやな、弱くするよりね。はい。めっちゃいるね。スマイルロックでしょ、これ。